Kazama. Get ready for the next battle. オツです。さて、では先ほどリスナーから聞かれていたフェンジェイシーのコンボを探しましょうか。僕がこういうことをするのもフェンが絡んでるからですよ。他のキャラ言われても分かりませんからね。はい、まずさっき俺が言ったんだよ。あれ、これ裏がんないよね、やっぱり。まあ、いろいろ探していきましょう。これ越せるかな、90。アイマツライダーさん、いきなり真面目な広告してくれましたね。ありがとうございます。プレッシャーっすわ。まあとりあえずこの90を越すことを、まあ、目標としてやっていきましょう。そうするとやっぱりね、超えなくね、無じゃね。どう、これで許してくんないかな。大ジャンプいくか。でもこれで多分超えねえし、どっちがダメージ高いの？ 27。 ありがとうございます。 OK です。お許し出た。はい、組ませてるってことですかね、この2人を。あー、強いですよね、このタック。こっから安定してくれますもんね。あ、はい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 、覚えてます覚えてます。そうだ、サラダさんですね。この前見てくれます見てます見てくれます。あざす。レオニーナってコンボ減りますか。いや別にって感じ。まあ減るでしょうけど、そこまでじゃなくね。ニーナって締め技弱いからね。レオのあの3段入れた後に結構どうしようもなくね。よし、なまらないっすね。こんなんしかないのね。ジェイシーの2段技でダメージ一番高いのが、これだね。
合奏隊突然出されても安定して、合奏隊はまあ見えるレベルじゃないですかね。ということでまあ合奏隊からはこれにしましょう。左横コーラン出し切りの、左横尻尾転身、左のコーラン出し切りの、扇風チャイテク。ああ大ジャンプ大ジャンプ系ね。横だからね、かなりそういう制限されてるんだよね。ポツです。14日札幌楽しみにしてます。あ、こちらこそちょっと強い状態でいけるようにしますよ。アサルトパーツ弱えやな。おお、ここら辺できたら熱かったもんな。できねえか。あ、出ないんだ。直しか、直八もしかない。65でした。これ66でしょ。66、あ、これがじゃあ一番だ。暫定だ。あ、むずっ。届かなくさいね。うわ、北海道寒いだろうね。でも冬の北海道は初めてですわ。コーランだね。不安定。UFO で拾ってかな。どっからだ。どっかかな。惜しい。1枚の方。違う、あれ肩が入ってね。これ2発目だけで拾えたら最高だね。北海道でボードいいねやってみたいね。北海道は楽しのスノボは楽しいって聞くしね。まあまあまあいいでしょう。あ、初見の人こんにちは、こんばんは。ロビさんが使ってたレオザフィーってどんなことやってるんですかね。いや、あいつはもうほんとそこまで考えてないよ。適当に余ったやつ組ませてるだけだから。 あそこまで行くとネットワークの不具合とか。多分そんなんだと思いますよ。ラブさんのダットに対するモグっぷりがすごい。じゃあもう5年後の全一ランリューのために俺のランリュー触ろうかな。いえいえ、
フェンかっこよくね、本当だよ、フェンかっこよくね。フェンは人によって使う技が違いすぎて、自分がフェン使うのでフェン戦が苦手。あ、俺もね、そうなんですよ、フェン戦苦手なんですよ。顎と眉毛超かっこいいじゃん。まず大事なのが、こっから拾えんの、こいつって、こういう系から。あれ？お？残り。これ拾ったところでみたいな感じだね。よっしゃー、相性いいね。厳しいな、拾いたかったね、プラスのから。え、なんで？どういうこと？拾えるんだ。これ距離なんだ。え、マジで？じゃあ出たし、ダッシュブラストなんですよ。届かないし。うわー、よくわかんない。 LP 無理。左アッパーで拾えないからもう厳しいよね。厳しい。これでバウンドいけるよぐらいじゃないの。あ、まあブラ様から拾えないのは結構普通ですからね。あ、これか、なるほどね、さすがです。あ、かわいい。よいしょ、よいしょ。直チェンジしろってことですわ。ライトカラー無理だね。直チェンジしろってことですわ。直バウンド、あ、直バウンドか、なるほど。何バウンドって無理。プラスマ前に向こうへと。はい、場所買って。あれなくなったの、こいつ。あ、あった。こっちの場合はああ無理っすね。今の僕のコマテク、瞬間的にデク量を超えてましたけど、それでも入んないんで。こんなら一発目で変われって話だし。まあ、アマキンとの相性を調べるときってそういうとこしか調べなくねえもん。
頑張ってくれ、アマキン巌流で。ソチャンから教えてもらったテクニックですよ。まず3年後待っててください。怖いな、なんか。何、高校卒業して東京に来るってことね。待ちましょう。僕やってないですけど。Get ready for the next battle.あ、終わった、終わった。終わった、終わった。へえ。あら、ちょっと待ってください。あ、俺ごめん、ずっと一人ごと喋ってたわ。本当にごめんなさい。本当指摘してくれてありがとう。ユウさんの中に今熱いタッグ教えてください。その2キャラを練習します。キングですね、キング。もう1キャラはちょっと自分で抜けてください。ユウさんの親父はペンにそっくりなわけ変わりません。ペンのネタは、ペンのネタじゃ1個見せてあげる。何しようかな。
どうしようかな。みんなが見たことないようなやつ。ああ、こんなん入った気がするよ。入んなかったけど。なんだっけな、ハンドいけんだよ。忘れちった。とりあえず何らかでバンド受けたはず。今月末東京行くんですけど、巣鴨って弱い人でも応援してくれますよ。土曜日の夜とかでもね、もう弱い人でやれるところいっぱいありますから。なんたって15セットありますからね。背向けからしゃがみ振り向き立ち途中へ手が、これ当たりますね。特にこういうなんか遅らせしゃがみ下段やると対にするといいですね。ランクマ、ランクマやらないかな。なんか素顔で火曜が初心者だっておすすめだよ。だってやったじゃん、入れてもらったね。ナムコ素顔なら通うのができました。僕は中卒ですね。小卒です。対戦動画でユウさんこのネタ見せたらカットして、あれはキントーンをフェンのキントーンのアイテム技を特定の状況下に使うとものすごい状態で出てくるってやつですね。今となっては別にどうでもいいんですけど、壁を斜め45度背負った状態で相手の方を向いてキントーンチェンジするとカメラワークが狂って絶対に撃墜されないみたいな状況になるってやつですね。ちょっとやってみてください。僕アイテム持ってないんで。初心者っていつまで初心者なの。初心者は絶対話しても結果出るんです。東京行くのが金曜土曜なんですよ。やっぱ対戦するのが楽しいな。じゃあプレマーやるか。こんばんは、宮城から見てます。嘘嘘もクソもないか。本当だよね。ありがとうございます。仙台はだいぶ昔ですね。鉄拳やってやりに行ったのは突撃予選かな。いつか、あ、吉月杯かな。東京行くのが金曜土曜、金曜土曜の夜でも十分に、初心者やるスペースあると思います。アマキンやるか。アマキンがいたか。アマキン忘れてやったよ。もうあ、ちょ、またもう一回電話来た。ちょっと待ってね。
失礼。じゃあなんかせっかくだから、13勝6敗の次6勝13敗の アーマーキング仕上げる。仙台でやったことありますか？レオって壁を追い込んだら 4R 系、 4R 系両 P はまずノーマルヒットで繋がらないので2択にしないですね。2択なのであれば立ち状態から出せるってことがまず前提なので、まあ単純に言えば QL 系と GR 系 LP かな。あれ1両 P 高くに俺できないな、できないと思ってるからな。誕生日じゃねえよ、どんだけだよ。そうだ、とりあえず何からでもとりあえずグラスまで拾ってこうしろっていうのがこいつらのコンボだったよね。全然忘れてる。コンボだけはマジバカヘリだわ。100って ブラックミリオンはアマキンと三島の違いはもう風神の性能からして結構違いますからね。まあ似てるっちゃ似てるけどちょっと違いますな。アマキン岩流調べてるんですね、さすがっすわ。さっきの高校生も喜ぶでしょう。ヒット確認一番楽な技ってのはいっぱいあるでしょう。多段技だってそうだし、フェンの2両 P 派生なんてクソ簡単じゃん。レオが超楽しい。いいな、レオ楽しいって気持ちになったことないよ。ブラックミリオンはあれですね。ブラックミリオンはね、あれあれですよね。出場者全員がなんか何らかのコンセプトを持ってるんですよね。そのコンセプト的なものが多分僕にはなかったんでしょうね。これね、風神違いますね。風神まあ三島の風神は斜め下と RP を同時押しすることによって最速封刃剣になり、ガードさせても有利、判定も強くなるっていう、まあ、バグ技なんですけど、まあ、アマキンのこの封刃剣モドキンにはそういう性能はなくて、まあこれしかないわけですよ。でマイナスで白髪反撃をもらうマイナスフレーム、マイナス10あるんですけどね。でも横にひたすら強くて、横制御とかでも使ったりするぐらい信頼、横判定が厚いわけですね。してなかったモザイク。
リさんは面白いよ。渡里さんはもう完全になんか枠に適した人です。横強いっすよあれは。そこは強い。あ、こっち会社であんの。適当に落ちてる。はいはい、遅いしか遅いしか。遅い式勢が多くて困っちゃうよね。普通にやってくれるもん。あれ、ま、やめろお前。これは無事やめてやめて。うわー、ラッキーボックス叶わねえ。イーストブルーからやり直すわ。4入れっぱじゃダメですね。ていうかもうジローも誰も来ないんだけど、今日どうしたの。私のフレンドたちは。どうした？スカイプ乗ってるだって。俺のスカイプ落ちてんだけども。してくれたのか。ラッキーボックス。俺の声は聞こえてるよね。
っと待ってね。こうなっちゃうんだよ。テコスの配信見てたよ。テコス相手にしてくんねえからさ、ずっとあいつはひでえやつだ。再起動する流れるいいですか。ダメ、固まっちゃったよ。オッケー。まあいっか、スカイプ放置でいいかな。黒さんには申し訳ないけど、前枠でやってたセムケクラッシュ結構きついですね。セムケクラッシュって何のことだ。よかったら通学しませんか。通学戦しませんか。しませんね、オンラインでメインとか。ゆうさん、この間のペコスの配信見てたでしょ。見てましたね。俺も通学戦するのが混ぜてほしい。二人でやったらいいじゃないですか。僕メインはもうアーケードしかやんないですね。ペコスが寂しがってたよ。またまた、放送だけです。放送はそうやってね、いいとこ見せてくれるんだよね。クロクロさん、そうだ、ペコスもチャットで話してくれればよかったの。ダマキン練習するわ。練習したことありますよ。なんだっけあれ、 DR の頃でデビューやってましたからね。レッドブラの大会お疲れ様でした。出場予定だったカオルンです。あ、はい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 、あのあれですよね、来られなかった方ですよね、おそらく。じゃあアマキン練習したいんだよ本当に。
ちょっとやろか。風大変ですね。それは。ザコ狩りってそしたらどうやって始めればいいんだよ新キャラは。よめっちゃ言うね。おまけに文句あるのか。カメラウンドして 3RP して、Get ready for the next battle. オツです。これ見えてんのか？見えてんね。見つけ三連からの切りね。はあ、はあ。これ見えてる？強いですね。あ、ダメだ。これはジローに教えてもらったんだよ。確か 4LK リダッシュか。アマキン構成のキャラだよね。それは分かってるんだけど使いこなせてないんだよね。あー、先ほどのコンボ調べてくださったんですね。 4LK リダッシュカット、壁コンはバウンドさせて 3LK 1LK 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 1LK
new challenger。 むずい。なんか、軍なんとかさんは頭をパッと向けじゃないって言ってたよ。どなたでしょう。2LK ね。なんかこいつもやっぱローキックなんだろうな。すべてを包み込むような安心させてくれる技は。ソロ始めたんじゃなくてアマキン練習です。ひたすら花を植えるのくれない。投げるよ。おっと、あ、これ重いぞ。これダウンに当たんの。ああ、このローブローがねスムーズに出ないんですよ。ダッシュクラス。戦った意味ねえだろ。じゃあアマキンの練習。いやマジリアル初段なんですよ。結局ほんと技4つぐらいになっちゃうな、このキャラは。自分で使ってると。横移動 RP とか3、4RK とか。いろいろあるんだけどな。頑張ろうね。マジ立ち回り難しいよね。あの子公認プレイヤーの定段狩り実況って。どうあればじゃあ新キャラ始められるんだろう。
やらしてくれよ、新しいキャラを。Get ready for the next battle. JDCR の見ちゃったからいけないんだよね。あのアマキングを。あれを理想とするにはまだ10年早いよね。アドリー、もっと豪快にいろんな技を振ってやった方がいいのか。ただでさえ人の少ない人ってさらに減らしてどうすんだよ。俺のこのアマキングの勝率見てから言えよ。15人増えてるわ。アタック QLK ランニングクロストレバー、まあそれがね、福祉コンボね、日本で一番早く発見した。さんとやりたくて潜ったら当たりました。いつですか？どのあれでした？キャラでした？6RPDP でコンボ締めて相手が壁に張り付いたけど、ちょっと距離遠いなと思った。6、あ、なるほどね。壁コン妥協するわけね。ああ、もう浮かせらんないの、マジ無理だ。
あ、ギブシギブシ。ちょっと LP なんで、立ち取って LP 浮かさずに使ったことないんすわ。こういう感じね。ジンはね、近距離左横ですね。この枠でやめようかな。まとめるぜ。あ、JDCR キックね。いやー、覚えてらんないですよ。いやでもジンど、いや左横で良かったはずだけどな。逆ワンツーしかしか避けるんだよな。これでなんだっけ、これはニュートラでいいのかな。どうあって薄くね。これしゃがみ状態だよね。あ、できた。真面目に、え、横キャンしてんの？うん。 3LP やって 1LP さっきから入んないんだよね。これで合ってるよね。ここら辺しかないよ、技 1入力は。どうすればいいの？あ、これでやって、来た来た来た、これだこれだ。ありがとうありがとう。これでバウンドしなきゃいけないんだね。すいません。で、キャラゲンがあると。レバクラシャガパントゥースマ、レバクラシャガパントゥースマ。あーはーはー、
64、 1LP プラス LK、 1LP プラス、あ、投げのダウン投げのことか。そうなん、繋がるんだ。あ、繋がってる。なるほどなるほど。片京から右横でスタンド。お、すごい。あ、本当だ。え、これでいいんじゃね。さすがだな。これど安定だね。コンボダメが高火力なキャラって誰が思いつくの、あんなぐらいなんで。レイジャック、確かに間違いない。アホキ肩、アホキ肩は冷静です。あとです。から。おお、おお、本当に増えた。よし、ちょっとまあ知識増えて、燃料火力高いですけどね、まあ高い方ですけど、レオレによって伸ばしてもらってる感はありますけどね。これ超勉強になったわ。一択だね、一択でいいじゃんこれ。こんな感じでいいんだよね。ちょっと軸がずれちゃうか。3LP やって、あー、ダウン投げからの引き押し、これこれね、これね、これね、これみんなよく見かけるやつだ。あった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 、ありがとうございました。三島、まあ使えなくもないけど、使えないに等しいぐらいの弱さです。いや、マジありがとうございました。FF も本当ありがとうございます。またやりますわ。アマキン教えてくれた人ありがとうございます。マジで。見てくれた皆さんも本当にありがとう。自動ワーク取りが切れてる。切れた。おつです。ありがとうね。またお願いします。